left hook by Vasquez, and he's wobbled Gonzalez again. はい、こんにちは。今回はダウンをしてから逆転 KO をし大激戦となった世界戦を紹介いたします。WBC 世界王者の三浦選手に、オリンピックにメキシコ代表で出場した23戦無敗のバルガスが挑戦しました。31歳の三浦選手はこれまでの世界戦で4人のメキシカンを退けていますが、その4人よりもバルガスは最も実力のある選手だということで、賭け率は挑戦者のバルガスが優位だったのです。序盤は劣勢だった三浦選手は4ラウンドに攻勢に出て、左ストレートを真ん中から打ち抜くのです。ボンバーレフトで試合をひっくり返した三浦選手は、破壊力のあるパンチでバルガスの体力を削っていきます。しかし、バルガスは勇敢なメキシカンボクサーです。一発のパンチ力は三浦選手に劣りますが、意地と意地のぶつかり合いでは引きません。逆転のダウンを奪ったバルガスは、三浦選手に回復の時間を与えないために猛然とアタックします。ジョニー・ゴンザレスWBC Super Bantamweight Champion of the World, Israel Magnifico Vasquez! WBC 王者の激闘王バスケスが、バンタム級から上がってきた強打のゴンザレスの挑戦を受けますが、序盤はリーチに勝るゴンザレスがペースを握ります。ゴンザレスは長いリーチを使ったロングからの左フックが得意なのですが、この試合でもその左フックを炸裂させます。後にラファエル・マルケスと4度の激闘を繰り広げるバスケスは、この試合でもダウンして劣勢に立っても諦めないのです。ダウンを奪い返したバスケスは果敢に前に出ますが、ジョニゴンも必死に迎え撃ちます。WBC Super Bantamweight Champion of the World, Israel Magnifico Vasquez!
IBF 王者のマイケル・カルバハルは強打を武器にこれまで6度の防衛に成功しております。一方 WBC 王者インベルト・ゴンザレスは2年前に満身からかまさかの王座陥落したのですが、すぐに王座に返り咲き、これが5度目の防衛戦です。序盤ペースを握ったのは手数が多いゴンザレスです。サウスポーにスイッチしながら的確なワンツーで2ラウンドにダウンを奪います。後にカルバハルが語っていたのですが、チキータは強打者で2度目のダウンはかなり効いたようでした。しかしダメージさえ回復すれば試合をひっくり返す自信はあったようで、虎視眈々と反撃の糸口を狙っていたのです。そしてカルバハルの反撃が7ラウンドに始まります。一発のパンチでロープに追い詰めたカルバハルは渾身のパンチを爆発させるのです。統一ライト級王者で37歳のベテランファン・マヌエル・マルケスが WBO 暫定王者のマイケル・カティディスの挑戦を受けました。カティディスはアマチュア出身ですが、勇猛果敢な攻撃型ボクシングを得意とし、ポイントを重ねるのではなく早いラウンドから相手を倒しに行くスタイルを信条とします。序盤はカティディスが硬いブロックと体格の差を生かしながら圧力を強め、マルケスを圧倒します。パッキャオを追いかけて階級を上げてきたマルケスは、パッキャオをはじめカサマヨール、ファンディアスなど数多く激戦の経験があるので劣勢に立ってもアジャストするのです。9ラウンドにマルケスがラッシュをし、連打の中でアッパーやフックや右ストレートを急所に決め、タフな挑戦者が前進をやめダウン寸前に陥ります。
激闘後、アルツロ・ガーティの IBF スーパーフェザー級の王座のタイトルにウィルソン・ロドリゲスが挑戦しました。ロドリゲスはリーチの長さを生かし、ロングレンジから左を中心に攻撃し、優位に立ちます。王者ガッティは2ラウンドにダウンを喫し、多くのパンチを被弾したのですが、回復が早く3ラウンドには反撃に入るのです。劣勢になりかけたロドリゲスですが、4ラウンドにスピードのある連打で対抗し、王者ガッティはダウン寸前に陥ります。ついに5ラウンド、ガッティはボディブローでダウンを奪い返します。しかし起き上がったロドリゲスはすぐに反撃し、主導権が目まぐるしく変わります。そして6ラウンド、王者ガッティの左フックが壮絶な戦いに終止符を打つのです。